世界に存在する最古の宗教上の偶像崇拝は7万年前のアフリカ大陸南部、南アフリカのカラハリ砂漠に位置し、これは爬虫類に対する崇拝で、蛇に対する崇拝でもあります。これはジョン・パドフォルという人物が記述したもので、1933年に本を出版し、蛇への崇拝について書き記しました。この中で世界中の蛇への崇拝について論じています。どうやらいかなる民族も地理的に、あるいは宗教的にこのような信仰対象を持つということから離れておらず、すべての民族にとって共通の偶像崇拝対象だったようです。最も文明的な民族も最も野蛮な民族も同様にこの爬虫類を崇拝し、同じような神として奉っていました。そのような神の存在はそのものであったり、神のような存在として紹介されていました。聖なる蛇としてです。多くの、もしかしたら全てではないかもしれませんが、文明を持った国々では蛇に対する信仰を持っていて、その民話や習慣にそのことが記され、直接的あるいは間接的に人間が罪のせいで天国から落とされ、その際にこの蛇が関係していたとされています。このことからわかるのは最も古い記録で、そのような自然な動きの理由として考えられるのは、そのことによって全ての他のものが起こり、代表するのはそれを祝っている蛇で、無垢な人間がその魂を罪に汚れるといった状態で、そのことを神官たちは恥辱と快楽に満ちた状態と表現しています。皆さんは明らかな蛇の姿をした神々の姿を目にしていて、メソポタミアのシュメールの前の時代の遺跡の墓からそれらも発見されています。それは現在のイラクに位置します。これはナーガで爬虫類と人々が描かれていて、インドやその他のアジアに共通したものです。ドルイドはかつてヒューという蛇の神を祀っていました。もしもヒューマンという英語の語源を考えると、蛇の人ということになります。これらの理由から、それに関連するように、コブラのコブのついた頭の姿は、このように、ツタンカーメンの仮面にも表現されています。コブラの腹というのは、このような柄になっていて、コブラこそが、この蛇の種族たちのシンボルとなっています。中央アメリカではケツアルカトルと呼ばれて蛇の姿をした神が存在し、マヤの文化ではこれをククリカンと呼んでいました。すべてのアジアの国々、日本、中国などでも主要なシンボルとしてこのようなドラゴンが代表的ですが、これも蛇の姿をした神への信仰です。蛇や蛇の姿の存在に関するフォークロアがたくさん残っています。私が初めてクレダ・ムットバに会った時、それは今となってはかなりの昔ですが、彼は私が南アフリカを旅していた時に私と面会しました。ウズルー民族のシャーマンであり公式の歴史家です。彼は私の本である最も大きな秘密という題の著作を読んだ時に、ここには初めて爬虫類の問題について記述された本となりますが、私に彼は質問し、どのように私がチタウリについて知ることになったのかと聞いてきました。私はその時チタウリを知らなかったので、そのことを語ってもらえるようお願いしたら、彼はアフリカの歴史にあるチタウリについて、これは蛇の子供という意味ですが、このチタウリが世界を奴隷化したという話をしてくれました。
そしてこのことについては全世界の古代の記録を当たれば同様の記述が数々あるものです。この絵はクレダムットバが見せてくれて、チタウリのいくつかある種類の一つを描いたもので、古代のものであり現代でも記憶されているものだと言います。さらにこのようなものも見せてくれて、これは秘密のネックレスで非常に重く、これを首にぶら下げていたと言います。一体どうやってこれをぶら下げられたのか全く理解できませんが、非常に重いものです。このネックレスはウズルー民族の歴史家としてアフリカや全世界の歴史について語るために存在し、最も大切なのは前方の部分にぶら下がっているもので、全く突起物がついた人間には見えない存在と人間の女性の姿です。これは一体何についてのものなのかと私が質問すると、彼はこれがチタウリと人間との交配を表すシンボルだと答えました。この蛇の子供たちのハイブリッドの血統を作るためだと言います。また私が質問すると、その突起物は初め金でできていましたが、その後銅に置き換わったそうです。そもそもこの秘密のネックレスについて記録があるのは500年前からだと言います。クレドの考えではこれはおよそ1000年前のものだと言います。これにはさらに UFO にそっくりのものもついています。そして伝説ではチタウリはこれに乗ってここを訪れたとされています。いずれにしてもこれらは現在銅でできていて、しかしかつては金でできていたものがあって、それは盗まれたそうです。しかしこれらの種族は金で作り直すことができませんでした。今度は北アフリカのエジプトです。エジプトの神話の主なテーマはオシリスの金のペニスです。これはその特別な血統の金の種族の一つだと考えられます。私が以前なぜこれが爬虫類の姿をしていないのかを聞いたとき、チタウリはよく出てくるテーマで、チタウリ自体が自分たちが本当にどのような姿をしているかということを描くことを禁止したからだと言います。一部の人たちがその要求を破ったときにはその表現方法は抽象的になりました。こうして全く人間には似ても似つかないものを形作りましたが、しかし完全な爬虫類というわけではありませんでした。それはその結果を恐れたからです。そして私が新しい本を出版し、それは人類を立ち上がれという題名でしたが、その出版の準備で言語学者のピエール・サバックの現実の殺人という本を参考にしました。彼は7年間にわたって非常に深い言葉の調査を行い、言葉に関して狂気じみた深みまで調べ尽くし、それは複数の言語、そしてその様々な時代にまでわたる調査でした。その彼の研究で分かったのは、言葉とは言語とは、そのそもそもの言語の言葉の発生を追っていくと、8世紀にわたって使われていた言葉で現在にまで残った言葉などを見ていくと、それはこの爬虫類の蛇の種族や神々の歴史が見えてきて、それらが人々を奴隷化していった流れが見え、そのことについて人々は先ほど述べたように直接的に表現するのではなく、ワシ、タカ、フクロウ、天使といったもので表現しています。もしもその言葉の発生源を見ていくと、天使、エンジェルという言葉はピエールの説に従えば、それは蛇を意味すると言います。わしは無数の旗や紋章に使われているシンボルですが、その中でもアメリカのものは最も有名です。フクロウはバビロンの女神、セミラミダやイシュタールと一緒にいる様子が常に描かれています。また
天使に対する信仰は特に、堕天使のテーマは、この爬虫類の種族と、それらと人類との交配が示唆されています。そして、エジプトの神、オシリスとイズリダの子というゴルは、不死の処女から生まれ、ワシの姿をしていました。そしてその姿には爬虫類由来なものがあります。これはセラフィムというキリスト教とユダヤ教の天使の一種ですが、セラフィムという言葉の意味は蛇です。もしもその言葉の語源まで至ればです。こちらは羽のついた蛇のディスクです。このようなものは古代の世界で非常に広範にありました。その他にも彼らは天空をシンボル化し、上空の海として描きました。通常の海は普通にありますが、上空の海は天で、それについては神々についての表現で描かれ、そこに蛇の姿をした神々が自身の天空の船を使って上空の海に行くというわけです。ですから私たちの世界ではこれほどたくさんの海のシンボルが存在し、それらは本当の海ではなく天空の海に関するものが含まれています。このような種族は古代の世界では知られた存在で、あらゆるシンボルやコードで天空や地上から訪れた子供のように描かれています。神々の子供、空からの子供としてです。もう一つのこれらの神々を表すシンボルは蛇の神々で監視者でした。彼らは監視者と名付けられました。これは非常によく表現されているシンボルです。このシンボルは目で、クレド・モッドバが述べた通り、秘密のネックレスについている手のアクセサリーには、やはり監視者が描かれていて、それは蛇の神々なのです。だから私たちの世界のピラミッドの上部には目が描かれていて、ドル紙幣にも全てを見渡す目が描かれています。このシンボルはイルミナティの秘密結社の中でも重要なシンボルとみなされています。彼らはピラミッドの頂点の監視をする神々です。彼らがハイブリッドの種族のために古代に使用した見た目の一つというのは、腰までは人の姿で、足あるいは下半身が蛇というものです。このような姿はより深くまで調査を進めると、必ず目にするものです。至るところに、半分が人間で、半分が蛇といった姿が見られます。そのような像は、何度も何度も何度も出てきます。そしてコブラも非常に頻繁に出てくる蛇の姿をした神のシンボルです。これは蛇の神々との戦い、彼らとの戦闘の様子です。メシアという言葉でさえ、メスという言葉からできたもので、それはナイルのワニから取られる油を指していて、その油でファラオたちに塗るために使われました。現在のイギリス王室の戴冠式でも、蛇の姿が形取られています。そして聖書では、爬虫類が太古の蛇として描かれ、悪魔やサタンと呼ばれていました。彼らは全宇宙を魅了し、また地上に堕天した天使たちでした。この堕天使という考え方も常に議論されるテーマです。私は砂の上にマスクをして立っていました。海から出てくる角の生えた獣を見ました。それらの頭には冒涜者の印があり、彼らに権力を与えたドラゴンにひれ伏していました。そして獣と同様の者たちはその獣にひれ伏していました。バルスと同様の獣は足は熊のようで頭はライオンでした。その獣にドラゴンは力と栄光を与えました。加えて巨大な権力。
様々な昔話、カエルの口づけや王子への変身、これらもまたもや爬虫類のテーマです。これらはすべてその歴史の一部です。私からこれらの話を聞いた後は、世界中の人々は身の回りにそのようなシンボルがたくさんあることに驚きます。これは驚くべきことです。どれほど頻繁に私たちはレプテリアンやレプテリアンのハイブリッドの姿を目にしているかということを知ったらです。ガーゴイルはしばしば宮殿や城塞、教会などに置かれていますが、ガーゴイルもこれまでと同様にレプテリアンに対するシンボルです。私自身の20年にわたる調査で、このようなレプテリアンのシンボルは子供向けのアニメなどでも無数に見てきました。そして最近発見したのは16世紀の絵画で、国立肖像画博物館で見つけたものですが、エリザベータ1世の肖像画です。彼女の手には花が握られているように見えますが、それは誰かが上書きしたもので、しかしその下には本当の図柄が隠されていて、それはこのような絵面で、複数の新聞などでも記事になりました。蛇を握っていて、まさにこのテーマに沿うものです。これら貴族の血族たちはハイブリッドの血統で、常に爬虫類やドラゴン、その他の蛇のシンボルを自分たちの紋章や旗などに使用しています。そしてこれらの中心地の一つは、すでに述べたことですが、ロンドンです。ロンドンといっても、ロンドン全体ではなく、ロンドンシティです。これはイギリスだけではなく、世界の巨大な金融の中心です。そのロンドンシティでは、羽のついたドラゴンやテンプル騎士団の秘密結社のシンボルが頻繁に飾られています。これらのシンボルがロンドンシティの中核的な秘密を表しています。シティを歩いている際には、必ずこれらのもののそばを歩いているはずです。別のテーマは世界中で見られる絵柄で、これは蛇が人を食べている様子です。これはもしかしたら聞きがたい情報かもしれませんが、彼らは人々を食べています。彼らが目に見える周波数に変化してくると、人々を食料として利用します。それは人々が動物家畜を利用するのと同様です。そして世界中で全く同じことが繰り返し発見されていきます。これは中央アメリカ、マヤ地方です。これはグレド・モトバが描いたもので、南アフリカの神話をモチーフにしたものです。チタウリの蛇の神々を描いています。人々を食べる蛇の姿です。これはアルファロメオのエンブレムです。これは同じようなことを彼らがしているということです。そして、宮殿の一つにある庭園では、あるいはそれをイタリアのベルルスコーニは世界でも最も汚職に汚れた人間の一人ですが、彼のマンションには、またもや同様の絵柄を見つけることができます。レプテリアンたちは可視光線の外側の周波数で人間のエネルギー、感情を食料としています。なんといっても思考の周波数で感情です。なぜなら
これが唯一彼らが吸収できるエネルギーで、そのために彼らは人類を思考と感情の緊張状態に置いています。私たちは彼らの道具のようにこのエネルギーを与え続け、彼らはそうして吸収していきます。あなたたちの地球は巨大産業構造の中の小さな一部分に過ぎません。エネルギーは感情とともにその様子が変化していくため、私たちが愛を表現するときには、このエネルギーは一定の長さの周波数で、また憎しみを表現するときには全く別の長さの周波数となります。お前は私を憎悪に満ちた世界に送り出し、自分は愛の海で泳いでいた。私たちには人々の愛が必要だ。いや、愛はお前には必要だが、私を養っているのは人々の恐怖だ。私の日本の友人は大変有名になった人物ですが、彼は江本勝という名前で、水の結晶の実験で有名になりました。水を容器に入れて、その容器に愛という言葉や、あるいは憎しみという言葉を書いていきました。このように書いていくと、氷の結晶が作られるとき、その言葉が何らかの周波数を放ち、それは振動し、その憎悪という言葉と愛という言葉の振動を比較すると、これは非常に予測しなかった光景を目にすることになります。容器に言葉を書いて、その後非常に急速に冷凍していき、その後その結晶を研究室で写真に撮ると、これは愛という言葉の容器に入れた自ら作られた結晶で、こちらの結晶は憎悪という言葉が書かれた容器の水でできた結晶でした。そして江本氏はこの一連の件についていくつかの本を出版し、これらの写真も同様に掲載されました。これは彼らが吸収するエネルギーで、彼らは可視光線とは別の周波数で多くの時間存在しています。この理由から彼らは私たちをそのようなエネルギーを生み出す状態に置いておき、ヴァンパイアのような方法で利用します。なぜなら彼らは可視光線で見える世界にいるときは人々の血を飲んでいて、それは人類の遺伝子のコードが血に含まれていて、それを体に取り入れている間は私たちの世界の現実の世界の周波数と同調することを維持できるからです。そうすることでこの世界から消え去るということを抑えています。だから彼らはこれほどたくさんの血液を飲んでいます。お前の血は私の美しさを維持させる。お前は何か言いたいことがあるか。今度は肉体的な変化についてです。皆さんご存知の通り、このような話をすると嘲笑の的になったりして、私がこのテーマを話し出した段階で人々はすぐにありえないという反応をします。一つのある決まった形の体が別の姿に変わってしまうことなどありえないというのです。そしてそれからまた元に戻るというわけなのですが、そんなことは信じられるわけがない、もちろん不可能だというわけです。しかしまさにこういった変化が実際に起こっているのです。なぜならそれはいかなる個体としての肉体が存在していないからです。すべてはデータのデコーディングのプロセスに過ぎなく、個体などというものは存在していないのです。ではこのような肉体の変化が起きているときに一体何が行われているのでしょうか。つまり状況としては、前面に出ている主要な私たちの姿形で人間のエネルギーフィールドの透明です。ですからジョージ・ブッシュやそれ以外の自分を私たちが実際に見るときに、その姿は人間に見えます。
しかし、ある時点で、それは特に感情的に動揺している時に起こりますが、この変化が起こってしまうことがあります。その時にレプテリアンのエネルギーフィールドが前面に出てくるということになり、その姿が主要な投影となり、ほとんどの場合それはほんの短い間のことですが、そうすると監視者は彼をデコーディングし始め、そうして逆に元の姿に戻っていきます。このデコーディングプロセスを目にしている目撃者は、自身の頭の中で描かれているホログラムを見ているに過ぎないのですが、それはあたかも実際に存在しているかのように感じられます。レプテリアンは人間の姿からレプテリアンに変わり、その後また元の姿に戻ります。これは個体の固形の肉体で起こっているのではなく、これはホログラムです。それはまた私たち自身、誰もがホログラムであるということと同じように、ホログラムだというだけです。ホログラムであればいくらでも姿を変えることができ、これは姿が変わる様子のイメージです。ただそれは幻で、幻が頭の中にあるだけです。すべての細胞同士がお互いを知っていて、それぞれがお互いに対話をしています。交換される情報は数千ビットという情報量が1秒間に取り交わされています。細胞はそれらの情報を集めてきて、巨大な情報コミュニケーションのネットワークを作り出します。細胞は崩壊していき、ある一つの形態を持つようになり、他の姿やまた別の姿になれます。しかし実際にはいかなる差もなく、すべては同じものです。先制政治への道が始まったのは、レプテリアンが訪れるようになってからです。それまでは世界というのは完全に別のもので、黄金の時代と呼べるもので、人々は単に驚くべき存在で、そのような状態は奴隷化されるまでの間続きました。その後起きたのは、このエネルギー的な断絶で情報構造に埋没していきました。そしてそのエネルギーはホログラム上の現実世界に描写されるようになったのです。ある一つのレベルでは、重大な地理的な出来事が火山の噴火や大津波といった形で起きて、それらは明らかにノアの伝説や伝説の洪水といった形でシンボル化されていますが、洪水は何度も起きていて、一回だけではありませんでした。ノアの伝説は聖書が取り上げている一例です。それよりもよほど古いストーリーとしては、同様の洪水ですが、いかに地球がひっくり返り、どのような恐ろしい洪水が起こったのかということで、その時には巨大な津波が発生し、巨大な地理的な大災害も発生し、地殻変動も含むものでした。世界はもちろん、その当時存在していた社会というのは疑いもなく崩壊し、すべてがまっさらな空白から始まることになりました。このねじれの結果、人々は自分たちの本当の力を失ってしまい、より高レベルの知識とのつながりも同時に失いました。こうして起こったのは、私たちが意識上で共有していたフィールドの一部ではなくなり、奴隷となり、このレプテリアンの種族によって抑圧されるようになったのです。なぜなら、私たちが地理的な大災害によってこのまっさらの空白の世界に戻ってきたとき、地球はようやく安定してきた状態で、その後新しく整ってきましたが、それはより低いレベル、次元で、以前よりも劣化してしまったのです。その後、遺伝子レベルでの操作が行われました。現代の中国では、他の国とは違って、幅広い範囲でインターネットへのアクセスが制限されています。それはコンピューターシステムがそのネット上での世界に閉じ込められている状態だからですが、それは中国の権力者たちがその住民にとって見てはいけないものであるとみなしている情報がそこにあるからです。
このような権力による介入についてお話ししたのは、私が述べている人間の遺伝子操作でも同様の目的で同様のことが行われているからで、私たちがアクセスできる現実世界のレベルを彼らの目的に合わせて制限しているためだからです。そして私たちは可視光線で見える世界という名の牢獄にいるという具合で、未だに私たちはその牢獄に入ったままです。特に左脳として隔絶された部分では、私たちが認知できるのは全て五感による情報だけで、そうすると言語的にはヒエラルキーといった価値観での情報しか受け入れることができません。しかし私たちの潜在的な能力は決定的に削除されていて、私たちの周りの世界というのはこのような操作の結果出来上がっています。この世界は支配、操作されていますが、人間の認識によるもので、その認識は私たち自身の本当の自分を抑圧し、独裁することによって表現されているホログラムでできた現実世界なのです。人々を操作する最も有効な方法の一つは、人々の認識可能な範囲を制限することです。皆さんの認識可能な範囲というのは、皆さんにとって何が可能かどうかということを判断する際の基準となります。分かりきっている話で陳腐だと思われるかもしれませんが、私たちはあまりにも頻繁に自分たちに鼻先で何かが起こっているということを感じ取っていません。別の言い方をすれば、もしも何が可能なのかという認識をプログラミングすることができたなら、人々は大変狭い範囲で生活することになり、非常に制限された状態に追いやることもできます。例えば、誰かがほら今こんなことが起きていると誰かに話したとしても、それを聞いた人たちはこう反応するわけです。何バカなことを言っているんだ、そんなことあるはずはない、と。しかしそうではなく、そういったことがあり得ると信じればいいだけなのです。私の持っているインサイダーの情報筋は、これらの存在たちの感性というのは非常にテクニカルで、私はここで強調しますが、彼らは人類の数と比べるとそんなにたくさんはおらず、だからこそ彼らは闇に隠れている必要があるということです。そしてだからこそ、これは彼らが人類の人口を削減したいと考える主要な理由の一つだと言えます。なぜならそのようにして人数を減らせば、彼らがこれらの人々を偽りの認識の中に閉じ込めていくこと、継続することが可能になるからです。現在の問題を真に受けて行動していれば、すぐにその問題はさらに深刻になるでしょう。そしてある種の人たちは、彼らが持っているテクノロジーのレベルというのは、おおよそ私たちの文明のテクノロジーの1万年も先に行っていると言います。しかし私の考えでは、彼らは少し判断を誤っています。現実を理解する面では、ある種の境界線が存在しています。皆さんが今まで通りのこの強力な制限に囲まれた状況から境界線を超えることができ、その時に現実の自然の理解が訪れれば、私は過去にも語りましたが、皆さんは突然非常に高速に前進することができるようになります。言いたいのは、ご自身の潜在的な力を利用することや、その他様々なことにおいてです。しかし、私たちがまだここにいる間は、彼らは1万年も先に進んだままの状態です。つまり私たちは私たちができるという範囲で物事に当たっているのではなく、非常に高く発展したテクノロジーを持った存在たち、それは魂の面で発展しているのではなく、インテリジェンスが発展した存在たちのやり方で私たちは生きているということです。